はい、こんばんは、田村ちでございます。ふしっが、いや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 、連休終わりましたね。早いな。まあ、つっても土曜日も今日も仕事は仕事だったんですけどね。はい、はい、ピアノ鍵盤久しぶりにやってみましたけども、はい、今日はその辺のくっちゃべりでございますが、前にもくっちゃべったような気もするけどね。まあこういうことをやっていく上で、まあ鍵盤もちったできた方がよかろうという思いからですね、まあ、自分なりに、やってます。はい。何曲かね頑張ったんです、昔ね。まあ、一つはもうね、完全にレッド・イット・ビーです。はい、とりあえずこれができれば女の子にモテるだろうと。そんなもんですよ、ギターだってそうだしね、女の子にモテるやろ、いいんですそれで。はい、まあそればっかりじゃないけどね、とりあえずなんかそのピアノもちょっとやりたいなと思った時にもうレッド・イット・ビーしか出てこなかったので、あれはスコア見てや、ちゃんとこう五線譜読んでやったんかな、やって、でもう一曲ね、これは結構ね、レベル高い曲、レディーマドンナ、ビートルズのレディーマドンナ、レディーマドンナ、あれはすげえ頑張ったね、本当に1ヶ月ぐらい練習して、当時は弾けました。あれはもう完全にもう右手と左手がなんかねぐちゃぐちゃするから、もう片っぽずつこうってやって、えい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 ってやって、まああれもね、なんかこうなんです、ある程度の人数でなんか入ったお店に実はちょっとピアノがあったりとかして、ちょっと弾いてみるかつって弾いたらモテるんじゃねえかと。そればっかり。でまあかっこよかったんだよね、あの曲ね。どうせやるなと思って、もうまともに本当にね、こういわゆるピアノの楽譜見てやったらその2曲だけなんですよ。それでまあね、ギター小僧ですから、もっぱらギター弾いてたんですけども、いつぐらいからですかね、いつかこれ始めてからかな。そうだね、まあオリジナルとかやるようになってからピアノも、まあ、つか鍵盤もまあできるに越したことないなと思って、まあたまたまね、うちの娘がピアノをやっていて、当時はいわゆるキーボードね、まあ、ピアノ教室は通ってたんですけど、で一応なんつうの、こう縦長のピアノあるでしょ、グランドピアノじゃないやつ、壁にピタッてくっつけるやつ、なんだっけ、はあるんですよ。昔嫁ちゃんがねやってて、当時物がありまして、なんだけど、まだほらちっちゃくてね、ほんと保育園の年長さんぐらいからうちの娘ちゃんはピアノ始めてるんで、まあ、ちょこっとやるにこう鍵盤軽いポコポコしてるのもあった方がいいなと思って買ったのがあって、それのお下がりが私のところ来てるんですよ。あるし鍵盤も、ということで、まあ、ちょっとずつね、もう本当に左手でベース音、右手で和音ね、ぐらいな感じからちょこ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 やっていって、でやってるうちに気がついたんですよ、ね、ギターと一緒なんです、私のピアノもね、だからいわゆる弟もさんの中でもうピアノ激うまの人いっぱいいますけど、もう全然もう全一線を隠してるんですよ、別物。まあそれほらね、ピアノ弾き語りと銘打って出すからにはそれなりに聞こえるようにはやりますけど、もう完全別物なんです。それで
ちょっとこう、まあ、自分の場合はギターでも曲作るんで、ギターで作った曲をピアノでこう弾くわけですけど、へんてこりんなコードを使った時に、当然押さえ方なんか分かんないんだけど、その時はギターをね、持って、鍵盤が弾いてる間でもギターを持って、そのへんてこりんなコードのベース音を鳴らして、で、これが鍵盤のどこなの？つってこう探してベース音を見つけて、ってことは、これがベース音だから、これを中心に、どこが和音だってこう探すと音が見つかるわけですよ。ああ、ここね。そんな感じでやり始めたところから、あ、ギターと一緒じゃねえのと いうことに気がつきまして。で、そっからは、まあ今日のもそうですけど、その、いわゆるギターのこうベースと、親指とこっち。だこっちが左手。こっちが右手、みたいな。な感じで、こうフィンガーでボン、ベース音弾いた後にポロポロポロってギターで弾くポロポロポロをちょっとおかずチックにすりゃいいやんと。だからそのベース音と和音の打ち方、リズムなんてのもギターのこの右手のストロークなりカッティングなりに置き換えて弾くとそれっぽく聞こえるんです。なんかね、誰だっけな、まさやんかな、山崎まさよしさんかな、斎藤和義さん、なんか似たようなことをなんか喋ってた記憶があるんですよ、そのギターと一緒っていうような感じで。こんな感じでね、弾いてます。 で、これもギターとかと一緒で、まあ、やってりゃやってるなりに、その自分なりの鍵盤ですけど、ちょっとこうノウハウが分かってきて、おかずの入れ方だとか、いうのがね、なんとなく、こんな感じか、というのがつかめてくるので、そんな感じでやってます。さすがにね、歌いながら弾くのも何曲かアップしてますけどね。忘れたけど何の曲だか。カバーもあったかもしんないけど。もうその時はもう完全にもう左手でベース音の右手で和音ですよ、もう。ちょっとこの、そのベース音と和音のこういう打ち方をね、ちょっとこう、工夫するぐらいで。もう歌いながらなんかっつったら親指なんかもう、あ、いつか、左手なんかもう絶対難しいことできないし。おかずもね。なので、大体やるときはピアノはピアノで撮って、まあ歌は歌で歌ってって形になるんですけどね。まあ、こういう形じゃなくても、ピアノ頼める人もいるしね。エンリコちゃんもそうだし、月ちゃんのね、DTM でピアノ作ってもらってもいいし。いわゆるピアノ伴奏で歌うことっていうのは おかげさまでできる環境にはあるんですけども、そこはやっぱり自分でもやりたいじゃない。で、究極的にね、あとは私のピアノの特徴は、C と G しかできないっていうね。A とか E とか、できんことはないけど、とても大変になるんですよ、コードがね。だから、本物のピアノは無理です。変調できないから。 あと、ペダルもうまく踏めないしね。ドラムやってるからできるかなと思ったんだけど、ピアノのペダルもさ、感覚はわかるのよ。伸ばして、こう切るとかっていう、なんか感覚はわかるんだけど、あれやってるとね、足踏んでるとね、もう立ちどころにこっちがね、ね、ミスるんだよね。だから、私が今、今日もそうですけど、使ってる、いわゆるキーボードは、適当にこうリバーブかけると、適当にファスティンかかってるでしょ？いい感じで音がこう、伸びて切れるでしょ、勝手に。あれがいいんだな。と、もう私の、
鍵盤になくてはならない機能、トランスポート、いわゆるギターでいうとこのカポタフトですね、転調。今日やった曲、今日やった曲は尽きたものそしてっていう曲、2年前の秋ソングですかねなんですけども、これが D なので D、2度上げて C、だからトランスポートでプラス2にして、要はギターでいうとカポ2にして C で弾けばね同じキーになるんで、今日そんな感じで、弾いてみましたよ。それでもうギターでねリフを作ってあるので、リフというか、コード進行というかあるので、それをなぞってピアノで伴奏をつけていけばいいわけだって。ギターで弾いてる音をピアノで弾くにどうすりゃいいのっていうふうに考えていくっていう感じなんで、もうピアノありきではないんですね。だからギター弾きのピアノっつうのはねありですよだからギターをね普通に弾ける人はその気になればピアノ弾けると思いますよ。その何得て増えてとかはあるかもしんないけど、発想は一緒ですよ。ベース音と和音ですからね。はい、こんな感じでたまにね鍵盤も弾いたりします。どっちかっていうとね、カバーの時の方が鍵盤はやるんだな。もうこれどう考えてもやっぱ鍵盤弾きたいよこの曲はっていう。自分の曲はね無理やりどうでも鍵盤だって曲って発想はないんですよ。この曲は鍵盤でも合いそうだからやってみるかなって感じで、やってますけど、カバーはね、最近ちょっと堀内孝雄さんの、最近でもないけど、デイブレイクっていう曲がねあるんですよ。アリス解散、第1期解散する時に1981年かな、出した堀内さんのデイブレイクっていうアルバムがあって、そのタイトル曲が最後に入ってるんですけど、この曲はねどう考えてもピアノやろうとめちゃくちゃ頑張った甲斐あってね、おどともの NASA さんがね、タムさんのその音源くれっつって言われて、どうぞあげたりピアノねとかねそうカバーはピアノね。だそれがどうこすとできないんで、エンリコちゃんにこれ弾いてくれっつって頼んだりこれでも谷村さんのね What Love Is ってものすげえ難しいでしょうきっと、ピアノ曲をね、ピアノ伴奏してくれた音源もらって気持ちよく歌わせてもらったし、ありがたいことでございます。はい、そう言ってもね、はい、自分で、鍵盤やるのも楽しいですしね、一番は、あとそのいろいろやっていく中でね、ちょっとすぐやりてえなっていう時に、ちょっと弾けると便利なので、やってます。たまにやらないともう忘れちゃうんで、今日はやってみましたということでございました。ということで、終わったな3連休。今週はしんどいんだ、ずっとしんどいけど、はい、それなりに充電できたので頑張りたいと思います。もうちょっと今日時間早いんでね、もうちょっと、はい、お休みな気分を味わいつつ、はい、明日からまた頑張りたいと思います。ということで今日はピアノナタムランチということで、尽きたものそしてっていう曲を頑張ってピアノ伴奏をつけてやってみましたんでね、曲もねいいと思います。これはハーモニカ吹いたりなんかして、はい、で月ちゃんの歌詞がまたまた非常にいいんだな、この辺も含めてお聞きになってもらえればと思います。そういうことでタムランチでございました。明日からまた頑張りましょうということで、今日はこの辺でおやすみなさい。